江戸川メディアラボがお届けします。チャンネル登録よろしくね。はい、どうもご視聴ありがとうございます。今回はですね、こちら渓谷の小さなニュースの詰め合わせミニニュースのコーナー、今日はですね前編後編ありますんで、こちらが後編になります。前編の方ももしよろしければご覧ください。面白い話題今日やってますんで、はい。それではですね、まず1本目はちょっとね、渓谷の政治の話させていただきたいと思うんですけども、こちらね、ウォールストリートジャーナルがね、また渓谷の恥部をですね、晒しちゃったんですよ。はい。まあ本来だとね、これちょっと一本の動画にしてもいいぐらいの話なので、こちらちょっとね、読みたいと思いますけども、キム・ゴンヒがいますね。ユン大統領とキム・ゴンヒがいますね。はい。それではね、ちょっと今日はこれ長いんで、クーちゃんに、カエルちゃんに読んでもらって。米ウォールストリートジャーナル WSJ は23日現地時間、キムゴンヒ夫人のブランドカバン受注疑惑について報じた。あら。 WSJ は2200ドル、約300万ウォンのディオールハンドバッグ、渓谷与党を揺るがすというタイトルの記事を通じて、ハン牧師が密かに撮影した映像にキムゴンヒ女子がこれを受け取る姿が盛り込まれ、与党側を揺るがしているとして、映像を通じて触発された論壇が渓谷の極度に両極化した政治的雰囲気の中で最近数日間加熱されたと伝えた。4000字を超える分量の記事には、金夫人のブランドカバン受注論議が起こった背景と進行状況が詳細に載せられた。メディアは、カバン論壇は景気低迷と物価上昇の中で支持率が下落したユン・ソクヨル大統領にまた別の政治的問題を抱かせると指摘した。また世論調査を引用して、渓谷人の5分の3がユン大統領の職務遂行に反対していることが分かったとし、大多数の渓谷人はこの疑惑が調査されなければならないと考えていることが明らかになったと話した。続いて、名品カバン授受論壇が与党にも波紋を起こしたと指摘し、党員の一人は、ファーストレディオ、フランス革命前の女王マリー・アントワネットに寄与した後に謝ったと、キム・ジョンイル国民の力非常対策委員の発言に言及した。WSJ は、これに対して、大統領室が疑惑を否定し、ユン大統領は、今月初め、金夫人の株価操作関与疑惑に対する特別捜査開始のための法案、金夫人特権法を拒否したという内容も掲載した。普段キム女子のファッションについても言及した WSJ は、キム女子が1ヶ月以上大衆の視線から消えたとして、彼が最後に大衆に姿を現したのは昨年12月ユン大統領と共にオランダを国賓訪問した時と付け加えた。はい、というね、話題でした。ウォールストリートジャーナルはまあここまで書いてるんですけど、まあこんなことがあったんですよ。ちょっとなんか最近キム・ゴンヒとシャネルのバッグとかっていうキーワードが結構出てくるんで、まあ何のこっちゃっていう方もいらっしゃるかもしれませんけど、まあ要はこういうことです。はい。でですね、まあこの話は今も現在進行形で、このキム・ゴンヒが大統領夫人になる前の話なの、前かな、でそのね、シャネルのバッグを大統領のよく海外からいただいた贈り物を、まあ国の蔵に納めるんですって。まあ日本、まあ各国みんなそうだと思うんです。日本もそうなんですけど、でこのシャネルのバッグをその国の蔵に入れちゃったんですよ。だからもう引き出せないんですよ。そうやってこう野党が出せって言っても、もう、いや、蔵に入れちゃったから出せませんよ、つって。で、まあ、与党は、いきり散らしてるんですけれども、ただ、さすがにもう、かなり、風当たりがきついので、キム・ゴンヒ自身は、与党の党の方が、まあ、謝罪した方がいいっていうんだったら、まあ、キム・ゴンヒは、謝りますよ、というふうにね、今日、それが今日の記事かな。で、ありましたね。はい。ということでね、なんかごちゃごちゃしてますね。じゃあ次行きたいと思います。皆さんはどう思いますか？こちら！アメリカ産の卵で物価安定になるか？というですね、記事でございます。渓谷さん、なんか物価安定のために卵をですね、アメリカから輸入したと。で、これは物価安定になるのか？まあ、それは、まあ、ここ考え方いろいろあるんで。別に、いいんですけど。30個入りで4990ウォンだと。まあ、今の為替レートで言うと、30個で550円だから、安いか。
まあ、使い方にもよるだろうけど、鮮度とかね。安いかね。安いね。まあ、なんかこんな感じでですね。まあ、英国政府がですね、無関税でアメリカから卵をね、112万個を飛行機で持ち込んで、在庫を使い切るまで割引販売する。というような。じゃあ次行きたい。こちら。前回お話ししたですね、ことなんですけれども、川に汚染物質を流しちゃって、なんかエメラルドグリーンの川になってしまったというお話、ご紹介したと思うんですけど、これが意外とですね、かなり大問題になってまして、河川、汚染水、地下水に混ぜると農業が、終了。まあ、まあそうですよね。ということでね、このエメラルドグリーンはね、かなりやばい物質なんで、化学物質貯蔵倉庫で9日の夜に発生した有害物質が、まあ近くの河川に流れ込み、汚染させてから9日経っているということで、で、この平沢市というところが推定する汚染水は3万から7万トン。で、これなんだろうね。加城市と平沢市が利用可能な資源を共に動員して、汚染水収集に乗り出しているが、18日基準で1万トンも回収できなかった。ということで、非常に時間がかかる。あとコストもかかるんですよ。で、正直言って、これ全回収するのに、とんでもない金額がかかって、とてもこの2つの自治体では賄いきれない金額なんですよ。それで政府に、まあ、なんていうんですか、こう、例えば地震とか、あと大規模な山火事とかと同じぐらいの、災害を適用させてくれというふうに、国に懇願している状態なんですね。要は金出してくれというような状態なんですよね。そうでもしないとこれ全部撤去できないんですって。で、しかも、このさっき出てた化学物質貯蔵倉庫の経営者は、もう廃業同然状態なんですって。だから、この企業にも請求ができないと。大変なことなんですね。で、まあ、近くの農家のトマト農業をする人はですね、2月に正式に、まあ、植えようとトマトの苗1万株注文したものを取り消したと。放置された河川汚染水が地下水に流れ込み、いつかは農場地下水が汚染されそうだからと声を高めたと。どんどんって怒ったんですよ。で、近くでブルーベリー農業をする人は、最近も1日5トンほどの地下水を使うのに、これはこの人がじゃなくて、全体でですかね、わかんないですけどね。汚染水が混ざって出るかと心配がちょっとだけではない。というふうにね、来ている。トロしているというようなことでございました。はい、ということでね、まあ、かなり大きな大変なことになっているということでございました。それではこれで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録評価ぜひぜひよろしくお願いします。それではまた。